大家好、愛です。今日ニュースを見てたらすごい衝撃的なニュースがあったんですけど、ANA が日本時間の7月10日に ANA グループ2021年度入社採用の中止を発表しました。で、ANA グループでは新型コロナウイルスの影響により採用活動を中断していましたが、新型コロナウイルスの影響の長期化も懸念される中、今後の事業計画の見通しが立たず採用を中止するとのことです。ちなみに7月10日時点で JAL はまだ中止を発表していなくて中断のままです。このニュースを見た時に CA やグランドスタッフなど航空業界を目指して頑張ってきた就活生の皆さんには本当にショッキングなニュースだなというふうに感じましたね。採用の一時中断の発表の時はいずれ再開するという希望を持っていた方もいらっしゃると思います。でも中止ってなってくると全く別で、これまで航空業界を目指してきたのにどうしたらいいのとか、あとせっかくダブルスクールにも通ってたのにってすごい落ち込みますよね。もちろんまだ JAL は中止を発表していないんですけど、 ANA と同じように厳しい状況ですので、これから中止を発表する可能性もあると思います。きっとね、今就活生の皆さんはせっかくこれまで頑張ってきたのにどうしたらいいのとか、私はコロナのせいで夢だった航空業界で働けないのとかって思ってる方もたくさんいらっしゃると思います。そう感じてる就活生の皆さんのことを考えると本当にこう胸が痛くなるというか、今きっとすごく辛いですよね。でも夢を諦める必要はないと思います。たまたま自分の就活の年にコロナが大流行したせいで夢を奪われるのはおかしいです。今後コロナの状況がどうなっていくのかは誰も分かりません。でも今の状況がずっと続くことはないと思います。皆さんにはコロナが解決した後の未来に希望を持って、そして今のコロナを乗り越えていってもらいたいと思います。なので参考になるかは分かりませんが、今日は元 CA として、もし私が皆さんと同じように今就活生だったらこうやって考えるという私の考えを皆さんにお話ししたいと思います。最近はあんまり CA 関連の動画を上げてなかったんですけど、少しでも皆さんのお力になりたいと思って今日ねニュースを見て今即刻の動画を撮影しています。そしてね、今撮影して今日すぐにもう皆さんにお伝えしたかったので、なので今日の動画はカット以外の編集はせずに、アップさせていただこうかなというふうに考えております。では早速私の考えをお話ししていきますね。もし私が今航空業界を目指している就活生で ANA の採用中止のニュースを見たら、まず考えるのは今私が選べる選択肢として何があるんだろうということです。そして選択肢として次の3つあるかなと思います。まず1つ目、 JAL や外資系エアラインなどまだ採用中止を発表していないところを目指す。そして2つ目は1年就職浪人をして今年を諦めて2022年度入社を目指す。そして3つ目は航空関係以下の業者に一旦就職することを目指す。もちろんこの3つの選択肢の中だったら1番が一番いいですよね。やっぱり2021年度入社を引き続き目指して就職ができたらベストですよね。でも残念ながら可能性はとても低いと思います。コロナの影響でダメージを受けているのは ANAだけではなくて JAL や他の外資系エアラインも同じです。これから ANA みたいに採用の中止を発表するところとか、採用数をとても減らす航空会社がたくさん出てくると思います。なのでとても低い可能性にかけて結局うまくいかなかった時に困りますよね。なので1番目の選択肢だけで頑張るのは難しいので、他の選択肢も考えなければいけません。次に2番目の選択肢の就職浪人をして来年にかけるですが、私はあんまりいい選択肢ではないかなと思います。コロナの影響がいつまで続くかわからない中、来年航空会社がコロナの前みたいにたくさん採用してくれるかはわかりません。むしろあと1年間でまたたくさんのお客様が飛行機に乗り出して航空会社の経営状況が劇的に回復する可能性もとても低いと思います。そしてまた採用を中止したり採用数を減らす可能性もとても高いと思います。なので来年にかけてまた来年もダメだった時にとてもダメージが大きいと思うんですよね。であれば3番目の選択肢の航空業界以外の業界に一旦就職することを目指すのが一番いいかなと思います。来年にかけてまた来年もダメになる可能性が高いのであれば、他の業界に就職して社会人としての経験や航空業界で生きるスキルを習得した方が、今後コロナが解決した後中途採用で航空業界に入れる可能性が高くなると思います。今はどこの航空会社見ていてもとても苦しんでいるんですけど、いつか必ずこのコロナの問題が解決されて飛行機に乗る人の数は戻ってくるはずです。しかも長期的に見ていてもグローバル化が進んでいる中で飛行機に乗る人の数はコロナの前よりもさらに増え続けていくはずです。そうなると航空会社は人がたくさん必要で
です。そうなってくると航空会社は中途採用でその穴を埋める即戦力を探すはずです。そのチャンスをしっかりつかめるように他の業界に就職して準備しておきます。ホテルなどのサービス業だったり、旅行代理店だったり、国際関連、旅行関連といって、将来航空会社が採用再開した時に中途採用で即戦力としてアピールできるような業界に就職することがベストかなと思います。もちろん航空業界以下の業界も今厳しい状況は変わらないですし、航空会社と同じように採用数を減らしているので他の業界への就職もとても難しいと思います。ただ航空会社よりもたくさんの会社があります。そして全体の採用数は航空会社よりは多いので、航空会社よりはチャンスはあるのではないかと思います。なので私だったら JAL や他の外資系エアラインを目指しつつも、早めに切りをつけて航空会社以外の業界、例えばホテルだったり旅行代理店だったり、あと他の職種への就活にシフトチェンジすると思います。はい、今バーって話してきたんですけど、あくまでも私の考えですので参考にして皆さんそれぞれ考えてみてください。大事なことはコロナの状況は今後どうなるか誰もわかりません。でも世界が今の状況のまんま続くこともありえません。であれば世界が普通に戻った時の自分の明るい未来のために、今自分が後悔しない選択をするのが一番重要だと思います。なのでぜひ気持ちを切り替えて、今自分ができることに集中してこの困難を乗り越えてもらえたら嬉しいです。はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイ。